今日は6月4日だからね、土曜日で大変な人ですね。結局鎌倉のアジサイの場合は常時時のアジサイとこと、まあ二大障壁ですよね。それかまた、もう一つだったらなんかな、常時時はね、今もう全面的に改装中だからね、まあ、今日はぎっしり、土日はもうどうしようこういう大混雑がありますね。今日立ちましたね、新しい民家建っちゃったな、ここは。これは明月運河ですね。ここはね、なんでかビッチかな、ね。脳症の美術館か。おー、バカプロだ。ありがとうございます。おいしいよ。わかるな。こういうところがね、鎌倉らしいよね。周知だけどね、こう会話の。これが明月の入り口ですね。まあ、大混雑ですね。あ、ごめん。明月の入り口ね。まだアジサイは五分だね、五分だけだね。アジサイは五分だけだ。あれ、ここは長梨かな。去年はこの辺からどうだったんだろう。違う種類でしたね。ブロー一色をここは変えちゃったね、これも変えたんだな。これもアジサイなんでしょ、ね、あの三角の、向こうのも変えちゃったな、これフレンと変えてます、葉っぱが違うよね。これまではこのブルーのアジサイ一点張りだったんだけどね、これが増えちゃったな。すごいね、あれ。赤いからね。
しかし豪華という点ではある。これが一番豪華なんだろうな。はい、かわいい。